ゆきです。まみです。ファンファンレポート藤本虎編、よろしくお願いいたします。藤本虎は明治30年創業、初代の名前は藤本虎太郎。名前の中の虎の漢字から、店内には虎のモチーフがたくさん。虎は怖いけれど、天然毛のブラシは人と物に優しい。この初代のこだわりが今日まで受け継がれているようでした。お化粧用ブラシからお掃除用ブラシまで、たくさんのブラシがあることに改めて気づきました。おすすめのブラシはこのとっくり洗い。瓶の底やミキサーの底洗いにとっても便利なんです。こちらはさまざまな太さのストロー用ブラシ。環境にも優しいものづくりですね。ボディブラシは肌に優しい馬毛で作られています。大きさや形、背中に当たる角度など3代目がこだわり、お客様と共に改良を重ねてきたブラシです。現在も手植えで作っているので、たくさん作れないことも魅力ですね。ヘアブラシは上質な長毛や豚毛を使って作られています。気持ちの良い刺激が頭皮の血行を良くしてくれます。ブラシ作りの体験をさせていただきました。私がやると何度やっても毛がボサボサです。手植えブラシは匠のなせる技なのだと改めて実感いたしました。ついに私マミが大ファンの歯ブラシのご紹介です。天然毛の歯ブラシは歯のエナメル質や歯茎を傷めることなく歯垢を除去するそうです。歯や歯茎の健康状態やお好みに合わせてたくさんの種類がありますよ。私はナンバー14の大きめ歯ブラシでさっと磨いた後、やや小さめヘッドのナンバー9のブラシで細かく磨いています。私は歯ブラシのストックと、ユキはヘアブラシを買いました。使い心地のレポートもまた追加しますね。ファンファンレポート藤本虎編、ご覧くださりありがとうございました。